掃除なんかないかね。お客さんなんか来ないもんね。大丈夫？爪の中入った。え？爪の中入った。もうちょい、うん、色で判断だね。あの店、お店で売ってる色。そう、うん、入れちゃおう。あ、あんまりいっぱい入れるとお湯の温度が下がるんで一瞬ね。これいいかな、うん、食ってみる自分で。ちょっと待って、ここなんか一回拭いてからでしょ。ティッシュでは意外と拭けないんだぞ。あ、ちっちゃいの拭いて、あっちからちっちゃいの。ちっちゃいのあるんでしょ、まな板。壁に。うん。それ拭けちゃうんですよ、その上に。うん、拭いちゃう、はい。あの、粘るんだよね。こっちで切ればいいか。うん、そうだね。粘りついたのが取れないんだよ。で、まな板なんかさ、ステンレスのたわしでこすらねえとさ、きれいになんないんだよね。一回あげるこれ。あ、あげといて。お兄ちゃん、試食、うんうん、入ってる時期、白くなってる？うん、食える？うん、おいしい。おいしい。これとかあるよ。ちょっと待った。うん、これ乗っけて。ゴミ乗っけてさ。これちょっとずるって。そう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 、近くに置いて。うん、そんでいいよ。
兄ちゃんどこ行った。あ、コップ洗ってる。あ、やべえ。え？ビヨンってなっちゃった。何が？タレが。噛まないよな、後で洗うから。やっちゃった。もう狭いかね、狭い汚いだから。ここは。おいしい。おいしい。いや、後ろに出てもらえ。そこに、ひまりさんのこっちは。あ、えらいですか。うん、ひまちゃんのこれだ。なんか入れる砂糖。砂糖、砂糖。ミルク、これは、ボシャンは砂糖だ。砂糖、いや、これスティックシュガーあるよ。うん。今、暑いから飲めないよ。うん。ボシャン、ここにあるそうだ。これ入れるの、うん、ミルク。え、ハチク。忙しいんだよ。試食、多分美味しい。さっき食ったら美味しかった。すげえで食え。めんどくせえ、そんなもんすげえで。うまい。最初はカリカリしててうまい。後半やっぱり油が悪くなってんだよ。あ、ついちゃった。切れた、切れた。うん、もう寂しくてねえから、早し。今ね、うん、うち暇すぎてお菓子作りが流行って。あ、お菓子作り。そう。昨日もなんか、うん、みんなでそれぞれクッキー作りたいって思いがあって、うん、みんなでそれぞれ材料買ってて、材料、え、作るのみたいな、お互いに一日に5種類ぐらいのクッキーができた。楽しそうでいいじゃない。楽しそうでいいじゃない。飯なんかもないよ。入れちゃえ、うん、全部入れちゃえ。あとほらもう一生にいないだろうね、うん、こんな、うん、何ヶ月も家族3人でくっついて、あれやってる、これやってる、うん、いい、うん、タレ持ってね、いいよ、もういいんだ。皮入れるから大丈夫よ。あ、いいの、うん、あー、取れなくなっちゃった。大丈夫よ、そんなの、どんにもなるから、ま、昨日もパイレーツオブカリビアン見たよね。うん、ほとんど毎日同じの見てんだよね。そう、で、昼寝して、うんうん、ほんと今日はピザ、うん、作ってみよう、粉から粉から、うん、そう、おかしいよね。だってさ、やめなよ、買ってきたほうが。あ、パンにして、パンに、食パンに。パン作るの？いや、食パンに乗っけるだけ、ピザトースト。うん、ピザ、だってさ、昨日あれだけクッキー作ったのね。うん。と同じでしょ、生地。うん。クッキーもピザもさ。いや、イースト入れるでしょ、ピザは。イーストキー。ね、ピザの粉って言ってたから。あ、そっかそっかそっか、うん。伸ばす、丸くする、こうやって。うん。どうやってこうやってやんだかわかんない。うん、いいわね、こうやって伸ばす。四角いピザでいいよね。うん、うまっ、うん、よね、美味しいね、この粉にしよう。できたってうまいよ、なんだって。なんか今日は冷めても美味しい気がする、うん、なんか水分ないよね、うん、なんか油の調子いいよね。そう、なんか水分がないから、うん、なんかさ、その冷めた後にベチョベチョしてなくて美味しい、うん、しなくて美味しい。一回全部脱水しちゃえばいいんじゃないの、肉したの、しちゃえばいいんじゃないの。何もしてないけどね、脱水みたいな。うん、だからとんかつもなんかさ、皮剥がれない、冷めると水っぽくって、 あれなくなるかもしれないよね。最近娘作できたて、やばいよ、誰が作ってもらえない。あれからあの買いに行ったんだよね、たこ焼きの機械。うまっ、カリカリしてて美味しい。こんな油って少しで揚げられるんだね、うん、だから温度は高めにするんやってるんで、後半は190に。うーん、水分が入っちゃうのかね、あの中に油に。あ、だんだん、あのほら肉の水分が出てきてさ、油がやっぱり重くなるじゃないけど、食べて、美味しい。やってもいなくなっちゃう、これ。そうよ、ほんと、ふらりここで、パーマ屋でお料理、うん、だって掃除なんかすることないもん。今日だって今来たらさ、
掃除する唐揚げ作るって言われて、どっちでどっちで一応洗濯させて唐揚げって言って大きい唐揚げになると思ってた。掃除なんかもやることないもん。うまいよ、大きい。おいしいね。このくらいの大きさちょうどいいね、おつまみみたいでね。だから火の通りもいいし、ちっちゃい方が。それじゃ皮もこれで揚げられるかもよ。何が？皮。皮な、あと皮は最後にあとやるから、こっちで。その皮、おじさんが。おいしい。いや、おいしい、これは。ねえ。で、この、今にこれ作ったらいいよ、金具だったら。おおの何？ひまり一番わかる。ウーツずってるよ、ウーツ。そうそう、ひまりわかる。もう、見たからね。あ、そう。ごめん、ほら、ちょっと見たらあるよ。あ、ほんとだ。今日さ、ヤオコを見に行ってきたの、うん、どこに書いたんだと思って、バター。さ、もうバターが売ってなかった。ヤオコ？うん。言ったよ、ひまりから、あの、バターなんし。バターがもう売ってなかった。でも、ウーツいっぱい売ってるよ、バター。高い、何円バターって高いんだよね。ねインドなんかさ、バター無駄に使ってるっすね。輸入だからバターが違うっていう、あれなんかね。あと小麦粉ね、売ってないのね。売ってないの、うん、もう売ってなかった。その2段ぐらい売ってた。なんで？わかんない。みんなお菓子作りにハマってる。だってなんかあんのかな。ないよね。なんかホワイトデーとかなんとかでクッキー作るとか。いやだからさ、それがもう足りないからなのかね。小麦粉の輸入されてないのかな、うん、か日清製品か。国産の小麦粉はいっぱい売ってるんだけど、うん、3倍ぐらい高いのね。あ、そう。日本、あの、うん、普通の小麦粉より。じゃあ中国で作ってたんだ。かもしれない。で、なんか小麦の名前まで書いてある高そうな国産の小麦粉は売ってるんだけど、それはもう誰も600円とかで、普通のは190円とかさ。こっちの冷めた方、これ乗っけちゃっていいの？ああ、いいよ、乗っけちゃって。いや、あきらちゃんにちょっと持ってくなら持ってってあげて。あきら、何してる？わかんない。帰ってやもん、行く。あ、そっか。これ、もう止めちゃっていいの？いや、皮やるからいい、そのまま放置で。で、これ、この中入れる？うん、うん、だそこに入れといて、後でこっちでやるよ。ちょっと待った。この辺のゴミ入れたくねえな。まあ、いいか、入れちゃえやん、なんでも。くちゃくちゃやん。皮な、結構な量だよね。あ、皮切ってないよ、ひまり。いいよ、そのまんまで。そのまんま揚げちゃうの、かっこいいね。ああ、皮だからいいよ、どうだって。すごいね。すごいね、おせんべいみたいなんだよ。うん、なんかと、真ん中が膨れて。うん。あ、ひまり、なんか皮取るときに、なんか肉の部分も削って切ったから、うん、肉が混じってる。おいしい。ほら、これちょっと肉混じってる。うん、いいよ、いや、揚げちゃうから。あそこに混じる。揚げちゃうからいいよ、後で。はい。一つまみだけも。ちょっと、手の方が欲しいね。うん、一つまみ？いいんじゃないの？はい、お疲れだ。また。